内角低め。先に来てるぜ。出んねん。もう僕のことですよ。でも偽物ですよね。おもちゃですよね。いや、可愛いなと思います。生き死にやってないんだな。暴れてるから。なんか最近自分のルーツなんだろうと思った時に、いや、例えば何かじゃ行動を起こそう。例えば僕はよく若い者にも教えてるんですけど、なんかやるときってやっぱりてめえで行動を起こさないと物事って絶対幸せもないも人生でつかめないじゃないですか。じゃあ自分にとってなんだろうと思った時に、やっぱりそういったさっきおっしゃっていたそのある興行に旗揚げ戦にやっぱりな出て名前を打ったことだとか、そういった自分のルーツを思い返すと、まあ、ちょっと原点に変わるかなって思うけど。ひょろっかいやつならどうせぶっ倒すっつの一発で。で、まあ、勝ち負けっていうのは別にでかいだけなんで、まあそまあ、現場で見せますよ。太ってるって言ったよ。ぽっちゃりだよ、ぽっちゃり。まだいい、まだもうね、もういいでしょ。こっちに集中してんのもう。俺はな、動けるデブなんだよ、動けるデブ。デブじゃねえよ、だからよ。アウトローの出た選手です。他の人間のアウトロー片付けはないです。